昨日福岡県筑後市で行われた合同巡視には国土交通省や消防などの職員およそ30人が参加しました。この巡視は梅雨時期を前に毎年行われていて、参加者は周りの堤防と比べて低い場所や堤防の幅が薄くなっている場所がないか確認しました。その後、柳川市の河川防災ステーションでは災害時の応急対応に使う備蓄資材の確認も行われました。国土交通省は今月末までに筑後川の合同巡視も行う予定です。